では、時間になりましたので、始めます。今日はシリーズ、人口減少の第1回です。人口減少は、経済、社会、政治をはじめ、防衛、教育、社会保障など、あらゆる分野に影響します。この人口減少を様々な切り口から取り上げていこうと企画したシリーズです。その第1弾として設定したテーマが、少子化そのものです。 2月に発表された人口動態統計速報値では2022年の出生数が80万人を割り込むなど将来推計人口で示された予想よりも11年早いペースで出生数が減少しています政府は先月3月末に子供少子化対策の強化に向けた叩き台を公表しました今後岸田首相が議長を務める子ども未来戦略会議で 政策の具体的な内容や予算、財源に関する議論が進められる見通しです。今日は政府の子供政策の推進に係る有識者会議の構成員をはじめ、長年政府の少子者対策の検討に関わってこられた佐藤博樹、東大名誉教授にお話をいただきます。少子化克服に向けて必要な対策、4月1日に発足した子も家庭庁や 秋に策定が予定されている子ども対抗への期待と課題などについてお伺いできるものと思っております。この後、佐藤さんに1時間ほどお話をいただきます。その後、質疑応答に移ります。質問は会場とオンラインの双方からお受けします。申し遅れましたが、司会は日本記者クラブ企画委員で、日本経済新聞の辻本が担当いたします。 それでは、佐藤さん、よろしくお願いいたします。えっとそれでは、ただいまご紹介いただいたのは佐藤です。あのー、えー1時間、お時間いただいてますので、少子化対策か、子育て支援か、何を実現したいのか、政府がですけれども、についてお話しさせていただいて、皆さんと一緒に議論できればいいかなというふうに考えております。あのー、まあ自己紹介は特にしませんけれども、あ、のー ブルーで書いてあるんですね。後でお話しするように、えー、少子化ですね。少子化というのは、基本的には、あのー、一番大きな要因は未婚化なんですね。未婚化、晩婚化っていうところですので、あのー、そこに結婚の壁、非婚、晩婚の構造とか、出会いと結婚みたいな研究書も、えー、同僚と書いてますので、もう一個お関心があれば見ていただければというふうに思います。はい。で、今日お話したいのは、 あの、先ほどご説明ありましたように、4月1日に、えー、各府省にまたがっていた、えー、子どもに関わる政策部局を集めてですね、えー、一元的に施策を進めようということで、えー、子ども家庭庁が設置されました。また、えー、先月の末には、えー、後でお話し,しますが、まあ、異次元の少子化対策、まあ、キャッチフレーズ的に出てきますけれども、えー、子ども 子育て政策の強化について、試案という形で、政府の取り組みの、まあ、試案ですけれども、発表されました、えー。今日話したいのは、こうした取り組みで、少子化対策は進展するのか。ですね。異次元の少子化対策と言ってるわけでありますけれども、そうではなくて、あく、あの、子育て支援にとどまるのか。ということを少し皆さんと一緒に考えたいな、というふうに思います。あの、後でお話ししますが、 少子化対策と実は子育て支援っていうのは重なる部分もあるんですけれども、え、違うんですよね。違うんです。あの、子育て支援を、ま、つまり、え、結婚しているカップルが子供を持ち役する。あるいは子供を育て役する。ですね。子供もですね、生き生きと成長できる。そういう子育て支援、すごく大事ですよ。え、それが進めば、え、未婚の人も、あるいは結婚し子供持ってない人も、 ですね。えー、結婚し、えー、パートナーと家族を作ろうかな、ね。子供も問うかな、というふうに。つまり、結婚して子育てしてるカップルが幸せだな、というふうに思えるところがすごく大事なんですよね。だそういう意味では、えー、子育て支援を、えぇ、ー、重視することが少子化対策につながる部分もあります。でも、実は、あの、少子化という課題を解決するためには、もう少し広い取り組みが必要。そのことをお話ししようと思います。 で、ここに書いてありますように、えー、今お話したような、あのー、ことが進んできています、えー。子ども家庭庁ができて、この秋にですね、子ども対抗というのを作ることになっています。これはどういうものかというと、えー、既存のですね、少子化社会対策対抗と、子ども若者育成支援推進対抗と、子どもの貧困対策を関する3つの対抗これはまあ、それぞれ基本法があるんですけれども、 それに基づいた対抗が別々できてたんですが、今度あれですよね。えー、子ども家庭庁にまとまったわけですので、あのー、一元化しようということで、子ども対抗っていうのができるわけです。ですから、子ども対抗っていうのは、あの、少子化社会対策、えー、対抗を含むものとして作るということになってるんです。一応、そういう形で、えー、一番上の、3月28日に子ども対抗の作成名の論点っていうものが出てますけれども、 えー、これがですね、どうなるのかっていうのはすごく大事なことになるかなっていうふうに思ってます。なぜかというと、あのー、子供対抗ができた後、その後ですね、各都道府県である自治体が子供計画っていうのを作っていくんですよね。なので、子供対抗がどうなるかということが、その後の各自治体が子供計画を作るときにすごく影響することになりますので、ということであります。なんか違うから、皆さんのお友達なんてこれ違う平気違うものではない。 平気ですか平気はい。で、あの、それと少子化対策なんですけれども、これはあの、えー、2020年5月29日の一番最新の少子化社会対策対抗に、えー、少子化対策を進める上で何が大事なのかということが書かれてるんですけれども、これについて後でお話しますが、子育て支援と違って少子化対策は結構難しいんですよね。 ですね。ここに書いてありますように、基本的には、あの、国民一人一人がですね、えー、主体的に選択する。つまり、結婚するしないですね。子供を持つか持たないかっていうようなことを、あのー、それぞれがですね、えー、選択し、結婚したい人は結婚でき、子供をしたい人が、ね、持ってるっていう、つまり、国民の結婚やですね、えー、子供を持つということについての希望を実現できるようにするということが、 あの、少子化対策の進め方だと、これずっと言い続けてきてます。ですね。えー、逆に言うと、そういう希望が、つまり結婚したいと思っている。あるいは結婚はできたけれども、なかなか子供を持ちたいけど持ちにくい。ですね。そうすると、結婚や子供を持つことについての国民の希望が実現できない、できてないとすれば、それを取り除くということが少子化対策になるわけですよね。 ですね、えー。そういう形で、あの、つまり結婚や妊娠、出産、子育てという国民一人一人のですね、個人の自由な意思を、自由意を尊重しながら、ただ、希望が実現できない障害要因があるとすれば、それをの取り除くというのは少子化対策であります。ですね。まあ、このことをちょっと踏まえたときに、後でお話しますが、じゃあ何やれるのかということになるわけであります。はい。そういうことを踏まえた上で、実はあの、少子化とかですね、 少子化対策っていうわけですよね。少子化を解消しようというふうに言ってるわけですけれども、じゃあ少子化って何なのかですね。これ結構大事なんですよね。多分少子化対策というふうに言うと、少子化ですね。例えば生まれてくる。先ほど杉本さんからですね、生まれて、新しく生まれた子供の数がこんな減りましたって話がありました。これ一部ですよね。ですね。じゃあ少子化って何なんだろうかその上で、それを どう解消するのかということが大事ですので、じゃあ少子化って何なのかなんですけれども、あのー、研究者が、まあこれ一般的少,少子化というのは国際的でも、あの、合計出生率 TFR って言うんですけれども、これが人口痴漢数字以下に停滞したい、まあさらに下がる。これが少子化なんですよ。じゃあ次、じゃあ、あのー、合計、あ、ごめんなさい、合計特殊症率、ちょっと間違った合計特殊症率ですけれども、これはあの、15歳から 49歳までの女性がですね、生涯何人子供産むかなっていうのを推計したものなんですね。ですけどよく、えー、一番下に書いてありますけれども、2021年の TFR1.3 っていうのは、女性が生涯産むであろう子供の数が1.3人って、こういうことになるわけです,ですねで。そうすると、あの、これがどのくらいになるとっていうと、人口痴漢水準を下回ったってことなんですけれども、じゃあ人口痴漢水準って何かというとですね、 あの人口が長期的に増減せず一等一定規模でですね、人口規模が一定数字になる。そういう意味では、ある世代の女性が、例えば100人の女性がいれば、100人、等しい数の次世代、だから100人の女性は100人の女性を産むっていうふうになればなんですよね。ですね。人口減らないだろう。で,で、あの、ただあれですよね、性別の偏りとか死亡率がありますので、 一般的2.07。だいたい一人の女性が、えー、生涯、まあ、2.1人ぐらい子供を産む状態が維持できれば、人口痴漢水準が、つまり人口が減らないで一定水準っていうふうに考えられています。ですね。そうすると、少子化というのは、この2.07を下回ると少子化なんですよね。ですね。合計特殊症率が2.07を下回ると少子化ってことになります。ですね。 で、日本の過去のこの、えー、TFR の推移を見ると、戦後の BMW で高くなったんですけど、その後、1950年代低下し、えー、70年代半ばからもう、えー、2.07下回ってるんですよね。最近は1.30ですね、えー。2021年ですけど、2020年が1.33。その前も、えー、からも落ちてきてますので、ずっと落ちてきてるということであります。そういう意味では、少子化対策って言ったときには、 ですね。あるいは少子化を解消するということであれば、この合計特殊勝率が少なくとも2.07を超えないと無理なんですよね。2.07を超えないと少子化っていうものは解消しる。ですね。じゃあ本当に今取り組んでいることがそうなるのかっていうことが、まあ今日皆さんと一緒に考えていきたいなということであります。で、もう一つですね。他方で先ほどお話し,しましたように、 結婚や出産っていうのはですね、戦前のように、目を増やすじゃないですよね。国民がですね、結婚したい人が結婚でき、子供を持ちたい人が持ちたい数だけの子供を持てるようにっていうふうにやっていこうっていうことですよね。なので、そういうことを踏まえた上でですね、どうなるかということで、あのー、2019年頃から政府の政策の中で希望出生率っていうのが出てきてます。これどういうことかというと、 国民の中で結婚したいという人、未婚の人の中で結婚したい人が結婚し、その人たちが持ちたい子供を持てたとしたらなんですね。つまり、結婚や子供を何人持つかということについての国民の希望が全て実現したとしてですね。全て出現したとしたら、そこに書いてありますけれども、あの下の方に、 あの、未婚の人もですね、男女9割はいずれ結婚したい。この時ですよ。2019年、あ、ごめんなさい。平成27年調査では。なので、この人たちが全員結婚でき。かつ、この人たちが、男性は1.91人、女性は2.0人、子供を持ちたい。ですね、これが全部実現できたら、どのぐらいの出生になるかっていうふうに計算したのが、1.8なんですよね。この時です。1.8です。で、当時、2018年の、 出生率は1.42だったんですね。1.42だったんです。なので、分かりやすく言えば、これですよね。こう、先ほど話たんですけど、少子化対策の基本的な考え方です。国民の結婚についての希望を阻害するような、希望の実現を阻害するような要因を取り上げ、結婚したい人はパートナーで結婚でき、ですよね。結婚したい人が希望するような子供を持てる。そういう政策をやったとしてもなんです。 やったとしても、えー、この2019年の、えー、平成27年の写真券の調査をベースに推計すると1.8なんですね。なので、少子化解消しないんですよね。少子化っていう会においては。ですね。つまり国民、つまり、あのー、希望出生率自体がですね、2.07下回ってるんですよね。下回ってるんです。結構このことはあまり議論されてないんですよね。 ですね。なので、そういう意味では、あ、ここに書いてある細かい計算の仕方がないと思います。そういう意味では、希望出生率が実現したとしても、実現したとしても、少子化は人口がですね、減らない状態ですよね。ですね。というふうに考えると、希望出生率が実現したとしても、人口痴漢水準。つまり、人口が減らない状態は維持できないということです。ですね。なので、えー、そういう意味では、 あの、少子化対策。さっきの意味での少子化対策を進めてもですね。あの、実際、人口減っていくっていうことであります。そういう意味では、少子化を前提とした制度設計とか政策援が不可欠だということであります。ですから、例えば、若年人口が減少し、老力人口が減少するっていうようなことを踏まえたような取り組みですね。これは今までもやってきたわけですよね。あの、1億総活躍者安倍政権の時のっていうのはそうだと思います。 え働きたい人は働けるような環境を整備してですね、えー、就業できるようにですね。えー、最近であれば、えー、女性のですね、えー、就業を阻害するよう、例えばの就業調整って言われてますけれども、えー、そうを止める。これは正しい政策だと思いますけれども、働いたい人が働きたい、時間働くようなことを進めていってですね、えー、就業率高めるということが、つまり労働人口減りますからね。 できるだけ働きたい人は働けるようにするというのは政策正しいと思いますが、そういうことをやっていくということがすごく大事になります。ですので、このことを出すの少子化が何かですね。<laughs> それをどう解消するかって言ったときに、実は少子化解消しないんでしょうね。です。その上で、では、なぜ出生率が低下してきているのか。ですね。少子化対策というのは出生率を改善するという取り組みですよね。ですね。 そうすると、出生率を下げている要因は何かということをきちっと把握するということがすごく大事になります,です、ね。で、あの、出生率がですね、下がる理由は何かというとですね、一つは、あの、結婚しているカップルがですね、何人子供を押すかという有配偶出生率なんです。 ですね、えー。結婚しているカップルが持つ子供の数がですね、例えば以前は2人3人持つのが一般的だったのが、1人とか2人になるよっていうふうに言えば出生率下がりますよね。なので、インファイグ出生率が下がると出生率全体が下がります。ですね。これ見るとですね、実は、まあ、今回の政策というのはあれですよね。結婚しているカップルが子供をもし育てなくするっていう支援ですね、多くの場合ね。少子化対策ね。ただし、実はですね、 そんな減ってないんですよ。<laughs> 実は。あの、8年緩やかに増加した、増加した時期もあります。最近はやや減少です。うん。でも、だから、誘拐後出生率が若干落ちてますよ。でも、全体の出生率を大幅に押し上げるほどの影響はないんですね。ですね。で、ただ、今やってる少子化対策はここなんですよね。一つは。ですね。もう一つはですね、婚姻率なんです。やはり日本の場合ですね、やはり、 えー、まあ一つ家族制度の問題とは別で、やっぱりパートナーと出会ってですね、家族を作ってっていう、ないと有配合率ですよね。つまり、まあ制度的な結婚だけじゃなくて、やはり一緒に住んで生活するというようなことも含めて、まあ婚姻率。これが下がっちゃうとダメですよね。ですね。ですね、えー。そうすると実は有配合率がすごく、えー、低下してるんですね。70年代以上大きく低下する。 つまり未婚化ということになります。未婚化が進んだ結果、全体、日本社会全体の出生率を引き下げている。下に書いてありますけれども、75年、真ん中ですね。75年から2005年の出生率の低下の寄与率ですね。低下した分の8割は初婚高度。だから未婚化と晩婚化なんです。晩婚化は後でお話しますけれども、未婚化、晩婚化。8割未婚化、晩婚化なんです。 つまり、結婚しているカップルが子供を持ちにくくなった。ゼロではないですよ。若干落ちてますけれども、大事なのは、あのー、未婚化ですね。もう一つは晩婚化ですね。なんです。つまり、そこが8割だってことです。で、晩婚化、晩産化なんですけれども、これはですね、結婚する時期が、例えば、20代で結婚し、その,下の方に書いてありますけれども、女性の平均初婚年齢。 1980年は25.2歳だったんです。ですね。それはだん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 遅れてきて、2019年で29.63。これ平均ですから、20代で結婚する人もいれば、30代になってから結婚する人もいるってことですよね。ですね。なので、だん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 、あの、諸婚年齢が下がる。そうすると当然、大子持つ時期も遅れますよね。ですね。遅れますよね。 つまり、えー、晩婚だと晩産化です。そうすると、どういうことが起きるかというと、一人目持てても二人目持ちにくいっていうことがあります。皆さんご存知のように、やはり、えー、妊娠確率がだんだん下がってくるんですよね。ですね。だ現在で言えば、あのー2019、2019年でいいと思いますけれども、えー、日本で生まれた子供14人に1人は生殖医療です。つまり、不妊治療で生まれたのは14人に1人。っていうのも、やはり晩婚化。 晩産化の影響ですけれども、だから仕事と不妊治療の両立みたいなことはすごく大事なことになってきてますけれども、ですので、あのー、未婚率が上がるだけじゃなく、結婚しても結婚する時期が少し遅くなるとですね、そういう意味ではあの結婚できるんですよ。ただし、子供2人持ちたいなと思っていても1人になって、 しか持ちにくいというようなことが起きがちだということです。そうすると、出生率の低下要因は、やっぱり、結婚しているカップルのが持つ子供の数がどうなってくるのこれには、あの、万婚化、晩産化の影響もそこに入るわけでありますけれども、それと、未婚化ですね。説明を話しましたように、そこに書いてある岩沢さんという研究者で言うと、75年から2005年で言うと、やはり、あの、万婚化、未婚化が、 出生率8割ですよね。だから未婚か晩婚かが、あの、非常にすごく押し上げているて。あと、ね、でも現在どうなってるかっていうこともお話しますけれども。あともう一つ大事なのは、女性の人口ですよね。わかりやすければ、あのー、出産ですね、割合、まあ、なんていうんですかね、あのー、えー、さっきでは49歳って、ある程度40歳代ぐらいまでのですね、 女性の数が減ってくると、出生、あの、出率が下がってくると分母が小さくなれば、生まれる子供の数が減りますからね。だもう一つ大事なのは、女性の人口なんですよね。ですね。そういう意味でよくあります段階の世代が過ぎ去った後、出生率があっても、分母が小さくなるわけですよね。子供を持とうっていう人たちの数が減れば、当然生まれてくる子供の数が減りますから。ですので、あの、出生率低下は、この4つに分けた上で見なきゃいけない。 ですね。四つに分けてみる。じゃあどうなったかなんですね。まあ、いろんな研究があるので、見ていただくと、あのー、これはですね、あの、下の軸の黄色は人口要因なんですが2005年、5年単位で見てますけれども、2005年以降だと下の人口要因大きいですよね。つまり、子供を持つような女性の数が減ってきた。もうそうですよね。その前で人口が減れば、当然そうなりますよね。ですね。 で、それともう一つは、見ていただくと、やっぱり婚姻率。あの、えっ、ー、と、ブルーのとこですよね。ずっとこれ大きいです。やっぱり。最近は人口要因が大きいですけれども、やはりこの下にマイナス要因としては、婚姻率。未婚化の要因が大きいです。で、誘拐後市長率はですね、比較的プラスだったので、最近落ちてきてます。ですね。です。なので、やはり大事なのは、これ人口自体はもうどうしてもないですね。すでに生まれちゃった人たちでありますから。そうすると、 この中で言うと、やっぱり未婚化ですね。それと晩婚化。ここなんですよね。できればパートナーがいれば、早く結婚する、あるいはできるっていうような状況を作るということが、少しすごく大事になるということになるかと思います。で、そういうことを踏まえた上で、あの、インハイグ施設ですね。カップルの、先ほどそんな落ちてないと言いましたけれども、若干最近落ちてきています。 カップルの出生率が、あのー、低下している要因。ようしこれ動かせる。だな。いいか。<laughs> これ、だから小さくできたよね。 やちっちゃうと変なのあ、オッケーです。はい。あのーえ、カップルの使用率低下要因と解消策。大体施策はね、もう議論尽くされていると思う。一つはよく、あの、やはり子供もしたくても経済的には、特に2、3、4、特に3、4っていうような話があります。ですね。ただ大事なのは、将来的に見たときに、やはり、あのー、なんで経済的支援が必要なのかというと、やはり、あの、今最近 L 字カーブというふうに言われてますけれども、 あの、正社員として働き続けですね。えー、結婚し仕事をつけられてもですね、第一子が、えー、出産するときに、えー、辞めるとか、あるいは一子出産のときは仕事を続けられるけど、第二子の辞める。だんだんこう、正社員で働く人が減ってくるんですけれども、えー、一つの理由はなかなか子育てしながらですね、フルタイムで勤務するのが難しい。その結果、片端的になるわけですよね。女性が辞めてしまって、 えー、夫が稼ぐ。ですね。えー、こういうことがやはり経済的な背景にはあるかなというふうに思いますので、やはり本来的には、長期的には経済支援も大事じゃないというわけではありませんけども、ね、やはりカップルでフルタイム勤務が継続できる。夫婦で働いて、フルタイムで働いて、で収入を得る。っていうようなことが、まあ一般化していくってのはすごく大事だろうというふうに思います。そうすると、えー、一子二子まではですね、夫婦でフルタイムで働けば、 ですね。子育てできるのである。それができないというと、やっぱり所得が少ない。それが問題だと思いますけれども。そういう意味では、三子以降手厚い経済支援というのはあるかと思いますけれども、やはり目指すべき方向は、カップルでフルタイム勤務ができて、夫婦で稼ぎですよね。子育てもし、夫婦でですね。っていうようなことを目指すべきかな。もちろん出産費用や、えー、教育費用の軽減策ってもらっていいと思いますけれども。あともう一つ、やはり、えー、非正規、労働者。 ですね。だとなかなか、えー、夫婦とも非正規という質問いないわけではないので、雇用の安定化とか処分の改善というのは、つまり、働き方の面で安定した雇用、収入やれる。特に夫婦で働く、カップルで働くっていうことを目指すっていうことが、経済的支援では王道ではないかなというふうに思います。もう一つ、晩婚化なんですよね。結婚して。結婚はしたけれども、子供を持ちたいですね。でも、例えば、今平均、諸婚年齢が29%。 歳ぐらいですよね。ですね。えー、そうすると、30代前半というのは、働いている人、特に女性からすると、キャリアですごく大事な時期なんですよね。ある面ではね。えー、そうすると、例えば30歳で結婚する。ね、30代前半で、例えば商社であれば、外海外勤務なんてことがあったりしますよね。あるいは、えー、転勤でちょっと地方に出る。もちろん戻ってこれるけれど、ですね、えー。そうすると、やはり30代前半とですね、 子供を持つ時期重なるんですよね。子供欲しいけれどもですね。持ちにくいです、ね。あいはできないっていうようなこともあるということで。そういう意味では、やはりこのキャリアと結婚、子育てのニ世タこれどうするか。これいろんなやるべきことがあって、例えば、少女なんかで言うと、昔は30代前半に海外に、えー、例えば男女ともに出てたのを、えー、20代後半に海外勤務をさせるっていうような、もちろん結婚してるかわからないけれども、子供をまだ持つ。 年齢ないような時に、まあ年齢で変ですけれども、えー、持ってもいいんですよ。持ってもいいんだけど、割合早い時期に海外勤務を経験できる仕組みをやることによって、えー、30代に日本戻ってきて、えー、子供を持つっていうようなこともできるようなことやってるってことも出てきますが、そういう意味であの、これは人事管理上の運用っていうことがあると思いますが、やはりキャリアと結婚個性にしてた,たく情報を解決する。えー、これができないと、ですね、やはり子供を持とうと思った時には、 なかなか今度は子供を持ちにくいっていうことが起きるです,、ねえー、ですね。ただもうすでにそういう課題も出てきてますので、仕事と不妊治療療支援っていうこともすごく大事かなというふうに思います。あともう一つやはり、あのー、特に働いてる女性で言うとで、30ぐらいで結婚し、30代前半で出産しですよね、えー。1人目の子供が育ち、そろそろ2人目と思った時に、2人目はちょっと無理だな。 ですね。一人でやっとですね。えー、わ、まあ、かりやすく言えば、仕事と子育て両立ですね。えー、勤務先もいろいろサポートしてくれる。ね。だけど、夫ですよね。夫の家事、子育てですね。えー、ほとんどなかった。つまり、女性一人で、えー、仕事と子育ての両立しようとすると、とても二人無理、一人だな、みたいなことも結構起きますですね。えー、そういう意味で、やはりこれは男性の家事、子育て参加っていうのはすごく大事なんです。 で、これについては、あのー、皆さんご存知のように、育児介護休業法が変わり、ですね、えー、お子さんが生まれるということが分かったら、社員のですね、社員がですね、えー、男性社員を含めて、で、当時男性社員には、育休を取ってください、骨裁してください、ということを、えー、企業がですね、進めるようにっていうような法律が変わりました。ただ大事なのは、育児休業取得。ってやはり点なんですよね。ですね。 特に男性の場合長くても最近1ヶ月みたいなことが結構多いので、長い子育てにですね、男性が関わるっていうことができるかどうかっていうのはすごく大事だと思います。やはりますると育児休業っていうことだけになりがちでありますけど、これ悪くないですよ。でも僕は子育て中、働いてる子育て中の女性で、パートナーの子育ての関わり方が何がいいですかっていろいろ聞いてみるとね、一つは、例えば、 ですね。週2日はですね、定時で退社し、保育園に迎えに行って、ね、子供をちゃんと連れて、家でご飯作って待ってくれるのが一番いいと。わ <laughs>、ね、かりやすく言、ね、えば、ー、ね。私も時々は残業したいなんて女性結構います。ですね。れこれ大事なんですよね。育休を、例えば半年取った。でも、その後、子育てって長いですよね。夫婦で働きながらって言った時に、例えばですね。あ、何映ってないの共有ですね。共有されてない。 ああそうすると全然見えてないこれは映ってた。はい、<laughs> どこで問題だったのずっと。はい。はい、じゃあ,じゃあお、ズームの人は全然見えてないということすいません。はい。なので、やはり、あのー、長い子育てをカップルで、つまりカップルで子育てできるっていうのを一般化するというのはすごく大事で。そうすると、もちろん、例えば育児休業もですね、 えー、夫婦で半年ずつするのが一番所得保障上もいいんですよね。<laughs> ですね。えー、給付金が一番多くもらえるのは半年半年なんですけれども、育児休業も夫婦でシェアするですね。で、その後、あのー、現状で言うと女性が育児休業を取り短時間勤務で復帰して、短時間勤務を長く取るっていうケースも大企業だと少なくないわけでありますけれども、大事なのは育児休業ですね。も夫婦でシェアし、その後は え、できればフルタイムに戻って、夫婦でですね、小数やするっていう方向に持っていくことがすごく大事かな。そういう意味では大事なのは、あの、手厚い料理支援制度よりも、つまり育児休業や短時間勤務を手厚くすることよりも、普通の働き方なんですよね。普通のフルタイムの働き方がですね、あの、どうかってことになります。特に残業が多いってことが問題になりますけれども、例えば、毎日2時間残業して、週10時間ですよね。 で、働き方改革になって、毎日1時間の残業になります。そうすると、残業時間が減ったのは事実なんです。ただし、じゃあ、毎日1時間残業してたら、ですね。例えばですね、私今日、ちょっと、えー、仕事があるので、夫にですね、保育園に迎えに行って、ダメなんだよね。そうするとですね、残業の量ももちろん大事なんですけれども、例えば、毎日1時間残業っていうのはダメなんですね。残業しない日。 ゼロの日。2時間残業する日。っていうのは、メリハイのある働き方ができるか。まさに柔軟な働き方ですよね。自分で、今日は残業する日。ですね。今日は残業する日なんです。あるいはフレックスタイムと組み合わせれば、少し早めに行って、4時に会社を出て、保育園に迎えに行って、子供を連れてご飯作って待ってですね。その時、パートナーの女性は今日は残業します。ってことはあってもいいわけですね。そういう意味では、柔軟なフルタイム勤務。これはすごく大事だと思います。 残業ゼロって言ってんじゃないんですよね。もちろん残業の量も大事なんですけれども。でも最近の働き方改革というと、AI ややもすると残業削減になってしまうんですよね。なのでそういう意味ではメリハイのある働き方、この中に在宅勤務なんかを組み合わせることによってですね、えー、カップルで骨折するっていうことがすごく大事なのかなっていうふうに思います。はい、そういう意味で下の方に書いてありますけれども、えー、手厚い利用立支援制度ではなくですね、柔軟、 な、フルタイム勤務の実現っていうのが、すごく大事だろう。そうしないと、女性の活躍の場を狭めるってことなんですよね。やはり、えー、子育て中の女性には大事な仕事を任せらんないですね。ですね。あるいは、えー、育児休業や短時間勤務を長く取る。例えば短時間勤務。まあ、現状で6時間勤務ですよね。と、短時間勤務を8年間利用する。 珍しくないんですね。8年間利用する。小学校6年までっていうとね。で、短時間勤務を8年間利用するということは、ですね。1日8時間勤務が6時間勤務になると、経験できる仕事量は8分の6ですよね。そうするとフルタイムの人と比較すると、8年働いてた仕事経験はできないんですよね。6年になっちゃうんですよね。わかりやすく言うと。そういう意味でやはり、あの、長い休業とか短時間勤務というのは、ですね。 やはり、経験を積んで資金を高めるということにはマイナスなんですよね。ですから、できるだけ、そういう期間は長くない方がいいんですよね。ですね。そういう意味では、あの、フルタイムに、だから、つまり、育児休業、もちろん育児休業をちゃんと取り、ですね。えー、フルタイム勤務を使い、できるだけ早くフルタイムで戻れて、フルタイムで無理なく仕事と子育てをできる。そのためには、フルタイムの働き方が大事なんですよね。ですね。 で、かつ、カップルでこすらするってことですね。カップルでこすらすですね、えー。そういうようなことをやるっていうのが大事かな、というふうに思います。ただし、現状の、えー、こすら支援策で言うと、一つは経済的支援の充実ですよね。今出てるのがね。あともう一つは、手厚い料理支援制度ということに、えー、がメインなのかな、という気がしないでもないです。はい。 で、もう一つ大事な未婚化です。実は、未婚化問題が解消しないと、もう何度も言いますように、少子化解消しないんですよね。未婚化が解消しないと。なんか現状どうかというと、少しこう、えー、皆さんご存知かなというふうに思いますけれども、あのー、どうなってるかというと、これあの、えー、写真研ですね。あのー、の、政府の研究機関の調査で、これは一番、2021年の、 あの出生動向基本調調査査の独身調査、えー、皆さんご存知かもわかりません。これはあの、未婚の18歳から34歳に、えー、5年おきにやってる調査なんですけれども、コロナでちょっと1回、1年ずれた。ので、20年やる予定が21年に公表されてますけれども、あのー、未婚、結婚しない人が増えてるって言いますじゃあ、結婚したくないと思ってるのか。これ結構大事ですよね。国民のですね。 結婚や出産についての希望を実現するように支援するのが少子化対策ですから、それを見るとですね、未婚者、18から34歳ですけれども、その中で結婚、いずれ結婚するつもりというのが、8割超えてます。ですね。ただしなんです。これ見ていただくとですね、期的に見ると、いずれ結婚したいつもり減ってきてるんですよね。以前は9割ぐらいだったんですけれども、このとこ減ってきてます。 で、これは結構課題です。あの、見込んでいる人たちが、いずれは結婚していたいなあと思ってた希望が、だんだんですね、独身のままでいいや、未婚のままでいいやって人が、徐々に増えてる。これはちょっとね、あのー、考えなきゃいけないんですけれども。えー、ただ、かなり8割ですから、かなりの未婚者は、あのー、いずれ結婚したいなで、ただ先ほど言いましたに逆にいずれ、えー 一生結婚するのないという人が男性で17、女性14。これもちょっと増えてます。さっきの逆ですよね。ですね。ここは少し考えなきゃいけないな。それもう一つはですね、じゃあいずれ結婚したいっていうふうに結婚意思を持つ人たちがいつ頃結婚しようかなっていうふうに思ってるかなんですけれども、あのー、昔と違って、例えば何歳になったら結婚しなきゃみたいのはなくなってきましたよね。ですね。あるいは、 お前、課長になるんだから、課長になる前には結婚したらみたいな、こういうのもなくなりましたよね。いいことですよね。つまり、あのー、何歳、あるいは20代前半、30代前半に結婚しなさいよ、みたいなのは、社会的にはかなりなくなってきたと思う。これいいことなんです。ただし、やはり、あの、独身の未婚の人に聞くと、ある程度、年齢までに結婚するつもりっていうのが約半数です。これ半数。で、もう一つですね、理想的な相手が見つかるまでは結婚しない。ずっとだから、相手見つかるまで下がり続けよう。 これ大体今まで半々だったんですけれども、実は、後者は増えてます。校舎が増えてます。つまり、理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくても構わない。逆に言えば見つからなければ結婚しなくてもいいと考える人が徐々に増えてきてます。ですね。えー、でここもどう考えるか。で理想的だっていう、ここは問題ですよね。で、次はじゃあ、結婚相手に求める条件なんですけれども、男女ともにやっぱり人柄ですね。 これ重視してる。あとは、え家事育児の能力性、<laughs> 男女と思いね。もちろん男性と女性がパートナーに求める家事育児能力の姿勢はこれ違うと思いますけれども、多分ね。男性が女性に求めるものと、女性が男性に求めるものも違う可能性ありますが、これが次で。あとはですね、仕事理解の協力。これもかなり違いますよね。男性が女性のパートナーに仕事理解の協力っていうのと、女性が ですね。男性のパートナーに求めると中身は違うと思います。いや、これ多いです。で、大事なのはですね。あの、これ、重視する、やや重視する、合わせて見てるんです。特に、重視するの比率を見ると、女性では男性に、家事、育児の能力しこれ、すごく多いです。やはり、えー、結婚し、ですね、仕事を続ける、あるいは子供を産むときに、ね、パートナーも家事、育児してよね。これ、すごく大きいです。逆に言うと、 それは、それは君がいることだよみたいな男性だとマッチングしないということですね。わかりやすく言えばね。ですね。あるいは、やはり、もう一つは経済力なんですよ。女性がダンスパートナーにもっても経済は結構大きいです。そうすると、パートナーが、女性から見てパートナーが、えー、非正規の労働だと、ちょっとどうかなと思って待ったりとか、やはり、同年齢で結婚しようと考えると、やはり、そんな収入良くないですよね。一般的にね。 ですね。なので、やはりそういう意味でも、あの、経済的な面でも、特に若い人の、えー、収入そんな高くないです。ので、やはり女性が男性に経済学を求める。もう一つは、えー、女性が男性に家事育児。いいことなんですよ。いい。ただ男性がこれに応えられる人ばっかりかどうかっていうことがあるので、そこでミスマッチが起きると、さっきのですね理想的な相手が見つまる、見つかるまでは結婚して構わないという人が多くなってくると、 付き合ってるパートナーがいても結婚に踏み切れないっていう人結構います。あの未婚の人は2種類いてですね、付き合ってるパートナーいます。ですね。だけど結婚に踏み切れないなかなかっていう人と、もう一つはパートナーいないっていう人もいるんですよね。後でできますけれども。これ両方違うんですよね。考えなきゃいけないことはね。はい。で、次に。これすでにお話し,しましたけれども、1年以内に結婚したいなというふうに思ってる人の割合というのは、 やっぱり非正規低くなるんですよね。やっぱり結婚しにくいな、この所得では、というふうに思っている人多いかも。そういう意味でやはり、あの、安定なですね、えー、雇用形態、収入っていうのを確保するというようなことが、あの、未婚化を解消する上でも、すごく大事なことになります。あともう一つ、あのー、じゃあなんでね、あのー、未婚の人で、いずれ結婚したいっていう人が8、8割超えてるにもか,かわらず、なんで未婚のまんまなのっていうと、 一番多いのは適当な相手に巡り合えない。これなんですよね。25歳から34歳で独身で言うを聞くと、ですね、男性で43%、女性では48%は適当な相手にまだ巡り合えない。これすごく多いんですよね。もうちょっと下の年齢だとまだ若すぎるから。これまあわかるきますよね。ですね。つまりここなんですなかなか出会えない。出会えない。これですね。よいしょ。 あ、これか。あの、あと、あ、これ後でお話しますかね。よいしょ。よいしょ。なかなか出会えないですね。あのー、これまで、後でちょっとお話しますけど、高度経済成長期、まあ、90年代ぐらい、まあの、初めぐらいまで、どこで出会ったかというと、職場なんですよね。勤務先の職場や、まあ、会社の中ですよね。あるいは仕事を通じて、 出会って結婚したっていう人が多かったんです。だから逆に言うと、ある時期で言うと、会社に、えー、勤めますよね。ですね。えー、そうすると、未婚のカップル同士が職場、あるいは、あの、いろんなサークル活動とかね、えー、組合のね、えー、活動とかありまして、運動会のあったり時代もありますよね、えー。そういう中で出会って結婚する人が多かったんです。時代があったんです。ですね。でも、だんだん、えー、職場が出会いの場でなくなってくる。後でお話しますけれども。 ですね、えー。そうすると、なんでかというと、一つは、あのー、昔で言うと、職場で出会って結婚すると、女性は辞めるんですよね。わかりやすく言うと。均等法の前なんか均等法少し90年目。そうすると、また新しい女性が入ってくるんですよね。職場でお見合いなんですよ、ある面では。そういう時代もあったんですよね。今違うんですよね。いいことなんですけれども、女性も長い人も。そうするとですね、一度マッチングが起きないと、もうずっとそこでは、 相手いないんですよね。わかりやすいけうど。<laughs> それ以外の場合に出ていかない限り、パートナー見つからないんですよ今の状況って言うと、わかりやすけれど。あとでお話しますけれども、あ、これ出てくるか。あのー、職場で出会って、えー、付き合ってるという人の割合は、また落ち込んでます。ですね。なので、適当な相手にまだめくみ合えないというのは、一つは、えー、お見合い結婚から職場、結構職縁ですよ。なって、その後ですね。 食縁に変わるような出会いの場がなかなかできてないという現状なあるんですよね。もちろん合コン。ね。最近はマッチングアプリ、いろいろ出てきてますけれども。ですね。そこです。で、未婚者のうちえ、交際している異性がいない。ですね。だから出会えないだけで、で、かついないっていう人が男性72、女性64なんですね。こういう状況です。パートナーで結婚しようないですよね。これじゃね。 ですね。ですね。だから、そういえば、出会いないでいない。だから、そそこの差の部分は、今、相手いるんだけど、踏み切れない人ですよね。でも、今、付き合ってる人いないって言います。で、交際してる恋人、婚約者がいる人のうちですね。最近、やはり大きな変化です。10人に1人は、いわゆるインターネット、アプリ、そういうもので出会ったという人が、今、えー、10人に1人で、1割ぐらいが、だから、出会い方も相当変わってきてます。変わってきてます。 なので昔のように、あのー、街がアプリで出会うことについての抵抗は減ってきた。ですね。もちろんそれはきちっとしたものをちゃんと、えー、使えるっていうこともすごく大事なんですけれども。ただこれが悪いわけではなくてね。やはり職場で、例えば、あまあそういうことですね。で、他方で職場や仕事の出会いっていうのは、やはり今回も2015年調整減ってきてます。ですからなかなか家と会社の往復だけしてたのでは出会えないということですね。わかりやすく言えばね。 つまり、それ以外の場に出ていけるかどうかってのはすごく大事なんですね。ですね。はい。で、そういうことを踏まえたらこれいいですね。はい。そうすると、もうすでに今のことでもありますけれども、えー、これがカップの出会いの機会なんですけど、見ていただくと、この丸印が見合いなんですよね。この丸印の下がですね。見合い結婚なんです。で、次が、 あの、つまり、全体が、だから三角の方が、あの、恋愛結婚なんです。ね、恋愛です。下が見合いです。ですから、見合い結婚がやはり、恋愛が増え、じゃあどこで出会うのというと、ですね、一時は職場が多かったんです。これ全体の比率言うと、職場の比率が減ってきてるということになります。そうした結果、恋愛結婚は主になったんでしょうね。それから自分で出会いの機会を作って、自分でそのパートナーと結婚しようというふうに決断する、 いうことが必要になった。ですね。周りが、彼女じゃないとかですね。あるいは使ってると、職場上司が、そろそろ結婚したら、こんなことを言ったらセクハラになっちゃうし、みんな言わないですよね。えそういう意味では、自分で出会える機会を作って、結婚を自分で決断するっていうことをしないと、ですねえ。結婚につながらないというのが今の時代であります。でそういう意味では、結婚期間、何歳になったら結婚してるのよ、なんていうのは、 いつ結婚するか本人の選択ですし、えー、職場や仕事が出会いの機会だったけどで、そこで一度マッチングしないとなかなかそこでは出らない。えー、そういう意味では、えー、職場とですね、家の往復、特に長時間労働でですね、若いうち20代はずっと家と職場の往復です。なんて言ったらこれ無理ですよね。えー、そういう意味では、あのー、それ以外に出ていくっていうことができないとですね、結局、 パートナーはいませんということになるわけであります。なので、やはり、ここどうするかということは結構大事になります。ですね。あともう一つはすでにお話ししたように、やはり、えー、女性からすると、やはり仕事とキャリア、二世宅女性、男女間で、ただ家事育児に求めるものの中身違いますよね。特に地域多いです。例えば、あの、地域ごとに若い女性が出てきちゃうっていう話がありますけれども、やはり、えー、やはりそこにいると、 ですね。えー、の男性は保守的な価値観があるので嫌だ。こういうのもありますよね。地域差も結構大きいです。えー、そういう意味では男女で結婚した時に家事育児についての考え方みたいのが違うとですね、えー、なかなかマッチングできないし、ということですね。あとは、あの、やはり経済的基盤に不安がある。これすごく大事です。やはり正規労働増えてきたってのはすごく大きいと思います、えー。正規労働でも20代、やはり日本の場合、地域低い。 相対的にですね。えー、ということがあるので、やはり経済的な基盤の安定化っていうのはすごく大事なことになるだろうというふうに思います。あとは、既存の結婚や家族のあり方ですよね。特に女性からすると、結婚すると、末変えなきゃいけないの、みたいなことありますよね。えー、残念ながら選択的区別姓の議論も進んでないということもあります。えー、もちろん企業はですね、<laughs> えー、結婚しても、旧姓でやれるって変わってきてますよね。で、そういう世界にいる人が、 ですね。えー、独身の時はそういうとこ見てるわけですよね。だけど結婚すると正解なきゃいけないのっていうこともあります。ですね。えー、あとはもう一つは結婚してるカップルや子育てしてるカップルが幸せとして感じられるかどうか。これ一番大事だね。そうするとですね、子育て支援を進めると一番下にはプラスなんですよね。結婚してるカップルが子育てしてて、 ね、しやすい、幸せだなと思えることはいいんですよ。あ結婚しようかなと思うことに僕プラスだと思います。ですね。そういう意味では、子育て支援は、その面では、少子化対策に貢献するっていうふうに思います。ただ、それだけでは少子化解消しないんですよね。そうすると、やはり、えー、独身の人一人がですね、自分からですね、結婚したいと思えば、いろんな人と出会えるような場合に出ていく。 婚活って意味じゃないんですよね。例えばですね、僕、三、えー、3月までビジネススクールで教えてました。ですね。ビジネススクール行くと、一、えー、1年間、あ、まあ、卒業するまでに何組かそこで結婚するっていうカップルが出てくるんですよね。別に結婚目的にする必要はないんですよね。一時は、あの、えー、遠くの申請あった時に企業がボランティアを送りましたよね。あの中で、パートナーが見つかって結婚したっていう人もいました。つまり、 何かですね、例えばビジネススクールで勉強する。ですね。ボランティアで一生懸命やる。そうすると、一緒に職場で働いた時の見えてた、例えば異性の違った側面が見えたりするんですよね。うん、仕事あんまりできないなと思ったけど、ボランティアで行ってみたら結構いいじゃないとかですね。ですね。そういう意味ではですね、別にね、この結婚目的として、 あの、いろんなところにこ、あの、今回、あの、なんだ、合コンやるとって意味じゃないんですね。むしろそれやっちゃいけないってい意味じゃないですけど、大事なのは、いろんな人と出会える場に出ていくっていうのはすごく大事だと思う。そのためには、やはり働き方改革ですよね。やはり、平日はいつも残業で、ね。家に帰ると9時、10時。これ無理ですよね。そうすると土曜は家で寝てるだけなんですよ、独身の人ね。なので、やはり平日も週2日ぐらいは定時で帰る。ですね。 そして、いろんな勉強会に行けるとか、ボランティア活動をやれるか、っていうようなことができるような、そんなですね、あの、独身だけじゃなくてですよ、職場と違うような人たちと出会える場に参加できるっていうようなことが、結果的にですね、えー、パートナーに出会える機会にもなる、っていうことがあるかな、というふうに思います。ですから、よくあの、今自治体、唯一ですね、少子化対策で政府がやってるのは、自治体の、いわゆる婚活事業なんですよね。 えー、出会えるの場を作ってみたりとか、街コンとかね、街全体の。これ悪いとは言いませんけれども、実は、自治体がやってるいろんな、あのー、住民参加型のイベントありますよ、ね。ああいうものに、独身の男女が参加できるようにするということも結構すごく大事だと思います。例えば今最近、消防団、女性募集みたいなのがやってますよね。ですね。例えば。 別にそれを根拠目的する必要はないですよ。若い男女が入ってくれるような仕組みにすると、そういうとこで出会う人も出てくる。つまりいろんなことをやらないとなかなかですね、一つのことだけをやれば、ですね、男女が出会い、あの人いいなと思って結婚しようと思うわけじゃないんですよね。なかなかこれ難しいんです。なので、やはり、あのー、独身の人も結婚したいと思えば、やはりいろんなところでいろんな人と出会う機会を作らないとですね、 えー、パートナーに出会えないよということを意識してもらうってすごく大事だと。で、その上でそういうことをやる時間ですよね。時間が確保するような働き方にするっていうのがすごく大事かなっていうふうに思います。はい。はい。えー、そうすると、私ね、もうすでにお話しましたけれども、今言っている子育て支援は、まあ少子化対策に貢献するのか、ここなんですよね。で、えー、っと、僕はあの、 え、個性支援やっちゃいけないというつもりは全然ありません。全然ないです。ただし何度も言う通り、少子化対策ということを、少子化を解消するということであれば、もう既にお話し,しましたように、少子化というのはですね、出生率が人口痴漢水準を下回るのは少子化なんですよね。だから少子化が解消できるというのは、日本で言えば出生率2.1ぐらいですよね。なんですよね。でも何度も言いますように、国民の 希望指数ですね。国民の、まあ、未婚の人が結婚したい。で、ね、その人が全部結婚でき、ね。未婚の人が、えー、結婚したい人、未婚の中の結婚したい人が全部結婚でき、ね。希望する希望でもしても、先ほどお話し,しましたように1.8。今もっと下がってるかもわかりません。当時、計算した時は1.8でしたけれども、もし今計算するともしかすると1.7ぐらいになっちゃうかもわかりません。そういう意味では、国民の希望、結婚や、 子供を持つことの希望が100%叶っても、少子化の状態続くんですよね。なんです。少子化をそう定義すれば。ですね。なので、だからつまり少子化対策って言った時に何考えてるかなんですよね。です。で、えー、で,で、そういう意味では、あの、うん、僕は、あのー、少子化対策って言うと、やはり、えー、結婚、 に関する国民に希望を相談して覗くというか未婚化なんですよね。未婚化をどう引き裂けるかっていうことをやらないと少子化対策にならないんですよね。それでも少子化は解消しない。ですね。だやんなきゃ、やった方がいいんですよ。ですね。ですね。そういう意味では、あのー、そうすると、今ある少子化対策あ、子育て支援っていうのを見ると、やはり、あ少子化対策を見ると、子育て支援、手厚い子育て支援、特に経済的支援、 あるいは女性の同意支援っていうところに、カ括しているのではないかなというふうに思います。ただし、少子化対策は難しいんですよね。子育て支援よりも、なかなか効果出るっていうのは難しいと思います。かつ、いろんなことをやらなきゃいけないんです。一つは、例えば、すでにお話し,しましたように、雇用環境の改善ですよね。やはり、あの、働く人たちの経済的保安を解消する、ですね。 えー、非正規、労働の職業改善。あるいは若い人たち、正規でもちょっと低いので、職業改善。こういうふうに大事ですよね。あとは働き方改革ですよね。やはり、あのー、特に、えー、独身者で言えば、仕事以外のですね、使える時間を増やして、仕事以外の場で、えー、多様なつながりを作っていく。ですね。そういう意味で今、リ,リスキリングって大事だと思うんですね。学び。僕、学びの場が出会える場になるんですよね。やはりね。 だからそういうことがやれるようにするっていうことが大事なんですね。ただしそのためには自分がある程度自覚しないためなんですよね。<laughs> うん。ま、よくあの、えー、そのうちいい人に出会えると思ってる人も結構少なくないんですが、出会えません。ですね。えー、女性で言えば、ね、王子様白馬にまたがってやってくるなんてことないんですよね。だからそういう意味では、自分でいろんな場に出ていくっていうことは別に結婚目的してないんですよね。勉強会 社会貢献活動ですね。そういうことに出ていくって言うと、結果的にいろんな人に出会えるってことになるかな、っていうふうに思います。それでやはり、特に女性であれば、あの、仕事キャリアと結婚ですね。片っぽを取れば片っぽダメみたいなことをどうするかですね。 で、結婚するとですね、子供一人はギリギリだけどですね、二人はとても無理ね、みたいなことは回想しなきゃいけないので、えー、そういう意味では大事なのはフルタイム勤務の柔軟な働き方を実現するですね。あとは転勤であるとかですね、えー、そういう、えー、人生度の見直しということも大事ですし、あとは男性の子さん参加一般化ですよね。これも育児休業っていうだけじゃなくですね、やはり長い子育て期間にですね、 えー、例えば、手術か定時で帰って保育園に迎えに行く。これすごく大事ですよね。ですね。えー、そういうことを含めた男性の小札参加。これもですね、男性の小さ参加というと、育児休業を取るみたいな形になっちゃってるの問題なんですよね。ですね。えー、これをやっていく。あとは、結婚の壁ですよね。僕、やっぱりまだ、えー、結婚、パートナーがいてもなかなか踏み切れない一つは、いい人だなと。ね。結婚したら家事育児もしてくれるような、私の仕事も認めてくれるような、 っていう場合でも、例えばさっきの例ですよ、成果なきゃいけないとかって、こういうこともありますので、えー、こういうとこも手をつけなきゃいけないかな、というふうに思います。そういう意味では、あの少子化対策、でも個別にはそれぞれ、えー、取り組みが行われてるんですけれども、今回の子育て支援を見ると、やはり、えー、子育てしている家族への経済的支援ですよね。と、あとは女性が、 いやいや極端な言い方すれば、一人で子育てできるようにい、やいや極端な言い方すると、尿利支援制度を長く使えるようにする。ですね。っていうことでい、やいや偏っているのではないかな、っていうような気がします。ですね、えー。ただもちろん、あの、結婚しているカップルがですね、えー、子育てがですね、楽しいですね。ね大変なこともあるけど、楽しいことがあるというふうにできるっていうことはすごく大事なことであります。ですね。 えー、なので、えっ、ー、と、ぜひ、あの、考えていただきこれから進めていただきたいのは、もう少しひ、広いな未婚化対策をし、しあいた少子化対策っていうことを取り組んでいただきたいということと、もう一つ、やはり、少子化は続くっていうことなんですよね。人口減っていくのは間違いないので、だその上でどうするかっていうことを、えー、本当は議論していただければというふうに思います。えー、っと、資料の投影がですね、特にズームの方は前半見えてなかったってこともありますが、 えー、ご迷惑をおかけしました。一応私の話はそこまでにさせていただければと思います。どうもありがとうございました。佐藤先生、ありがとうございました。では、えー、これから質問をお受けいたします。質問の受け付け方を最初に説明させていただきます。会場で質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名しますので、お近くのマイクを使ってお名前と ご所属をおっしゃってから質問してください。オンラインで参加されている方で直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にあります手のマークのボタン、手を上げるを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除しご質問ください。テキストでの質問は同じくズームの画面、下方にある Q&A に お名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読します。では、えっと、まずちょっと私から一つ伺ってよろしいでしょうか。はい。はい。あの、先ほどあの、 今度、あの、子供、子育てに関する対抗が3つあるものがやっぱり一つになるということで、秋に子供対抗という形になるんですけれど、あ,ある意味、少子化対抗という名前がなくなって、子供対抗となることで、あの、ちょっとそのあたり、なんかご懸念なさっていることを、ありましたら、伺いますでしょうか。あの、今回、あの、今度、子供対抗っていうのができるんですよね、秋にね。で、 そういう意味では、もともと3つの対抗を一元化するっていうのうに始まっていくわけです。で、その後ですね、今度子供も対抗できると、今過渡期なので、それぞれの対抗があるんですよね。少子や社会対策対抗とかあるんですよね。でもこれも作られなくなるんですよ。はじめから子供対抗を作るように。そうすると、現在の段階で、こういう趣旨の子供対抗を作りましょうねっていうものは出来上がってるんですけれども、 その中で書かれてる、えー、少子化対策、まあ、いわる少子化、えー、と、あれですね、えーえー、少子化社会対策対抗から組み込まれているものは、単純に言うと、<laughs> ページ数 c 見ていただきいいと思いますけれども、<laughs> 3分の1だってそのならいですよね。わ <laughs> かりやすく言えば。うん。その、ね、少子化の部分の記述がすごく少ないです。で、もう一つはね、 子供って言った時の範囲ですよね。で、子供とか青年って出てくるんですけれども、基本的には29まで確か書いてあったと思うんですけどね。でも、30代以降も施策の対策に考えなきゃいけないんですけれども、やはり、子供家庭庁の範囲が子供なんですよね。せいぜい青年若者で。若者っていうのは出てくるんです。確か29だと思うんですけれども。なので、 えっと、秋に出てくるときには、まだ3つの対抗を踏まえてになるんですけど、問題気にしてるのは、そ僕が心配、その後なんですよね。つまり、えー、少子化社会対策対抗みたいなのを作らずに、子ども対抗というものを作っていくということになっていくわけです。そうすると、やはり、現状の3つの対抗の残り2つですよね。でで子どもに関わるようなものがメインになっていく、というようなのを危惧しているということですね。あともう1つは、 あの、自治体が子供計画を作っていくんですね。これベースにね。そ,ねその時に、子供家庭庁が作った子供大公を踏まえて作ると、えー、そこに、あのつまり少子化、分かりやすく言えば、もっと言うと少子化対策と子,子育て支援がどう関係するのかっていう説明もないんですよね。僕は入れてほしいって言ったんだけど。<laughs> そうすると、だん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 、 特に今度秋にできたものが実際に作っていくときに子育て支援になってしまうのではないか。ますますね。日本でやや危惧しているということになります。ただし、あのー、今ご説明しましたように、えー、少子化対策というのは雇用政策から始まってかなり広いのでね。うん、そういう意味で書かれ,書かれてないということは理解はできるんですけどね。うん。というのはちょっと心配していることです。 ありがとうございます。確かにあの子供家庭庁ができて、これまでいろんな省庁に分かれていた子供ものものが一つにまとまった、この意義はすごくある一歩で、ある意味その雇用政策とか労働政策の部分とは厚生労働省に残っているという。なないうんうん、僕、分かりやすく言うと、子供についての子育て支援やるだけですっていうならいいんですよね。そうすると少子化対策もやるよというと、じゃあどこへ、そこで、そこでやってもらうということなんですねっていうと、 もちろん、雇用政策が功労して、司令塔としてって言った時に、少子化対策の司令塔機能を果たしてくれるのかっていうのはちょっと心配ってことなんですよ。うん。だから、少子化対策は別でやるんですっていうならまだいいんですよね。うん。と、うん、いうことです。子供家庭上にもしっかり少子化対策の司令塔機能をやるなら果たしてほしいと。うん <laughs> だから子ども家庭庁が少子化対策も含めて指導的が機能を果たすっていうことをやってくれるかどうかが心配だっていうことですねありがとうございます会場からいかがでしょうかあでは先頭の方お願いいたします 個人会員の川北です。えー、っとですね、あの政府はあの児童手当の増額とかね、所得制限の撤廃という政策を打ち出していますが、あの、先ほど佐藤さんはあ経済的支援が必要だというふうにおっしゃったわけですが、これらの政策はね、えー、子育て支援にはなるだろうけど、 えー、少子化対策にはなりえないということなんでしょうか、それともなるかもしれないけれども、それほど大きくは寄与しないということなんでしょう基本的には、結婚しているカップルが子育てするときにです、ね、経済的負担を減らすっていう点では、えー、1人目の人が2人目ってなるかも分かりませんよね。でも何度も言いましたように、あの結婚しているカップルの子どもの数、そんな減ってないんですよね。 だからもちろんそれ僕やんなくていいっていう意味じゃないですよ。ただしそれをやったからといって、少子化、出生率がすごく上がるかっていう話ではない。そういう意味です。だから少子化対策ってうと違和感がある。うん。それともう一つは少し先を考えればですよ。やはり夫婦でフルタイムで働いて稼ぐっていうのがやっぱり望ましい方向かなというふうに思ってて。だからそうではなく、やはり、あの女性は、 途中で、あのー、子育てで辞めるとかね、あるいは短時間勤務で収入減ってしまって、癖タとして少ないのを支援するっていうのだと、あの、必要性がな,ないと言ってるんじゃないですよ。でも方向性としては、どこを考えてるのかっていうことがすごく気になるな、ということになります。ありがとうございます。オンラインの質問を、えー、これからにもあの、続けてご紹介させていただきます。一つは、自治通信の小林さんからです。 えー、最近、財源論をめぐる議論が活発です。少子化対策、えー、出生、出生増政策の財源はどこに求めるべきか、お考えをお聞かせください。です <laughs> 僕ね、あんまりこの辺は、ちょっと、どれがいいかなっていうのは僕もちょっと考えてなくて。なので、これは、まあ あのー、財政論についてはどうするかっていうのは、でもただね、これはあると思います。やはり、あのー、国民全体で支えるってことは大事だと思います。これは。なので、そこは少し考えていかなきゃいけないなと言いますが、いろんなやり方が出てきてますよね、今ね。どれがいいかとについて、僕がそれを、これがっていうようなものがあるわけではない。いうふうに思います。僕はね、個人で。はい。ありがとうございます。えー、次は、えー、牧野さんからの質問です。 佐藤さんが世界の国々の事例をご覧になって、この国の少子化対策なので素晴らしいモデル事例だという国はあるのか、え学びの対象になる国があれば教えてください。<laughs> はいはい、僕ね、あまり海外で学ぶって発想好きじゃなくて、<laughs> まあ参考にしていて言えば特にないです。特に、ここがっていうのは。まあそれなりにその理由があるのでね。うん、まあ参考にしてもいいと思います。さっき雑談で、あの、つりさんに言ってたんだけど、 あの、両親制度を提案くっていう議論ありますけど、例えばアメリカで言うと、えー、公的に言うと、産休も危機もないんですよね。ですね。で、ですから、あそういう中で、あの、じゃあなんで、もちろん移民を除いても、あの、ある程度出生率が高いのかってある程度言されているのか少し考えるってことも、逆に言えばモデルとしていいかなというふうに思います。ありがとうございます。ではもう一個オンラインから、えー 日本経済新聞の天野さんからです。3月末に発表された少子化対策のたたき台をどう評価されているでしょうか？もし足りない部分があるとしたら、<laughs> 先生はどのような政策を加えられますか？です。はい、あのやはり違和感があるのはまあ、い,ろいろあるんですけれども、あの料理支援制度を手厚していくっていうことについては、他方でやはり。 えー、男性だけじゃなく、女性も、先ほど人口減っていくわけですからね。そういうこのの前でも、えー、女性の活躍っていうことがすごく大事になってくるわけですね。そうすると、やはり、えー、手厚い料理支援制度を依存しなくてもですね、えー、仕事の子育てで両立できるような、僕は働き方改革が王道だと思うんです本当は。ですね。だからそういう意味では、フルタイムの働き方で、さっき言ったように、残業を減らす必要は、ゼロにしろって言ってるわけじゃないんですよね。 やはりメリハイのある働き方、残業しない日、する日、あるいは在宅勤務の日というような柔軟な働き方、やっぱりそういうものをメインにしながら、料理支援制度に過度に依存しなくても、ですね、そういう意味では、えー、男女で骨材らするということと、男性も含めて柔軟な働き方をするということが大事だと思うんですけれども、えー、そのことの言及がまいないな、ということです。ありがとうございます。それに関連してちょっと私も伺いたいんですけれど、 あのそういう意味では働き方を変える、働き方を変えて男女ともフルタイムで働けるようになるとすれば、それはある意味、こう、少子化対策的な財源はいらなくて済むわけですよね。で、一方、あの、一時期、あの、例えば一休を2年、3年に長くすればいいんじゃないかとか、短時間勤務、もっと長く小学生や中学生まで取れたらいいんじゃないかっていうことが、 2000年代も随分言われた時があったと思うんですけど、やはりそういう,こう、どんどん期間を長くして手厚くするものは違うああそうそうです。はい、基本的には、あのー、まず法律によって今、育児休業1歳までで、保育園等に入らなきゃ2歳まで延ばせて、短時間勤務は子が3歳になるまでですよね。だけど、大企業の場合は小学校3年、6年まで使えるっていう風になってきてます。でえー、っと なんていうんですか長いものが悪いということではなくて法律的にあげようということですけれども、セーフティーネットとして、えー、社員が、えー、活用しようとしてるならいいんですよね。つまり、うちは、うちの勤務先は小学校6年まで使えるけれども、自分のこれからのキャリアを考えると、子供が小学校入学した時にフルタイム戻るんだ。だからその時にやっぱり夫婦で子育てするように、夫もね、ちゃんと <laughs> 残業を減らして子育てしてね、って考えてくれればいいんだけど、残念ながら現状で言うと、 いろんな企業に勤めてる人に、女性にですね、いつまで短時間勤務を使うかというと、小学校6年まで使える会社に勤めてる人は6年まで使いたいです。小学校3年までの会社は3年まで使える。こういうふうになっちゃってるんですよね。つまり、自分のキャリアを考えて、じゃあどういうふうに療意支援制度を使うかという考えで選んで使ってくれてればいいんですけど、なかなかそうなってないんですよね。やっぱりここは変えていかなきゃいけないので、ですので、こういう状況があると、 もし法定の制度を上げていくと、またそこに張り付くんじゃないか。うん、で、そうすると短時間勤務なんかが手厚くなると、どうなるかというと、実は夫がだんだん子育てしなくなるんですよね。うん、うん。つまり、君は短時間勤務だよね。子育てできるよね。なって、僕たちの調査で言うと、短時間勤務の女性のパートナーの労働時間って長いんですよね。うん。それでだんだん長くなってくると、今度は女性の方も仕事よりもだんだん、 子育てが大事になって。例えば。ねそういう意味では、えー、塾に迎えに行くので4時に帰りますとかね。こういう話が出てきちゃう。やっぱりこれ良くないなっていうふうに思うので。ですから、あの、いろんな方がいらっしゃるので、僕はセーフティーネットとやるっていうことでいいと思うんだけど、現状なかなかそうなってない。ですよね。うん。というのは一つはやはりフルタイム勤務の働き方が、 やっぱり残業多いので、フルタイムで戻ると残業期待されちゃうので、短時間組むとります。やっぱりここを解消するっていうことをやっていくということが実は本道だろうなとは思います。ありがとうございます。あ、対象からでは一番左の方。次。 個人会員の土屋と申します。あの、一つあの、80万人割れなんですが、これコロナの影響っていうのはあるのかないのか、ということを一つ伺いたいのが、はい、一つと、もう一つやはりコロナの関連でですね、リモートワーク、テレワークが結構普及しましてで、コロナが終わった後も、これでいいじゃないかっていう、具体的にそういうことを言ってる会社が結構あって、あのフロアをあの返上して、 えー、テレワーク、リモートワークを続ける。これは随分働き方については変わると思うんですが、はいはい、これはいかがですかと。で、もう一つ、もう一点なんですが、<laughs> はい、例えば、えー、国営マッチングセンターみたいなのは有効なんでしょうはい。まずコロナが、やっぱり若干、その、仕様を仕上げたのは事実だと思います。 でいろんなのはあるんですけど、どの程度かはなかなか難しいですけど、若干影響はあると思います。やっぱり将来不安ってのはありますからね。やっぱり、あの、結構子供を打つっていうのは将来に安心できるってすごく大事ですので、それはあいと思います。あと、テレワークは、正直言って両方ですよね。例えば、あの、ある大手の自動車メーカーは出勤に戻すですね。あるいは、あの、NTT は、 あの、テレワーク、ど、テレワーク、どこに、え、え、住んでもいいですよ、テレワークでっていう話。もちろん、えー、企業の上司は、えー、会社に出てきなさいっていう出勤を命じることはできる。ただ、その時に、出勤費はあ、その通勤どこ遠くても出しますよって話で分かれてます。多分、これ、あの、働く人から見ると、あの、やはり、えっ、ー、と、毎日テレワークじゃないけれども、やはり、在、あの、なんていうの 出勤のみでなく、テレワークも選べる、えー、働き方のある会社に勤めたいという人はいろんな調査を見ても多いので、僕はやはりあの、えー、人材の確保とか定着で言うと、僕はテレワークやっていくっていうことが必要になっていくる。そうした時にテレワークをやりながら、あの、対面に戻したとこはそれなりに理由あるわけですよね。やっぱり、 対面で会った時にいろんな議論するなきゃいいもの出るじゃないとか、若手の育成しにくいねみたいなことあると思うので、それも事実だ面ありますので、そういう意味ではやはり対面の良さをテレワークの中でどう生かすみたいなことを考えながらテレワークを選択肢として入れていくということが、企業の,あの人材活用ではあの大事になるかなというふうには思っています。ただ今過渡期なのは事実ですね。あとマッチングについては、僕は基本的にあまりね <laughs>、 あの、国でやるとかいうのは賛成ではなく、大事なのは、さっき言ったように、例えば自治体のね、婚活事業も、それやってもいいですけど、大事なのは、いろんな事業に、えー、若い男女が参加できるようなことを考えてもらうということ。つまり、婚活を目的しないってことなんですよ。いろんなイベントありますよね。そういうものに、高齢者が来てもいいんですよ。だけど、若い人も参加できるようなことを、 あのー、そのイベントを考える人にやっていただくということがすごく大事かなというふうに思います。例えば春であれば桜の時期にいろんなことをやったりしますよね、えー。そういうものに若い人たちに入ってもらうっていうようなことを仕掛けるっていうことが大事かなというふうに思います。だから婚活っていうと逆に嫌だっていう人もたくさんいますのでね。やっぱりいろいろ出会えるっていう場を作ることは大事かなと思います。はい。では、はい、そちらの方お願いいたします。 最初の質問はちょっと図の質問説明なんですけど、17ページのカップの出会いというところで、先生はあの雇用関係での職場関係が多いと考えていう議論がありました。これはあの車線の部分ですね。えっと、下から2番目の斜めの車線。これは友達を通じてとか、 そういう書き方をしてて、はいはい、えっと、多分上から4番目ぐらいの黒いところが雇用だと思うんですけど、雇用はそういうこと減ってるとは思えなくてですね。なまあ、あの、まあ、これが一点ですね。それとあの、僕らが、私昭和20年生まれなんですけども、子供の頃はですね、日常生活圏というのはだいたい中学校ぐらいの単位でですね、まあ、小学校、中学校、高校ぐらいからちょっと、 あの、他に出ていくとかっていうのもいたんですけれども、それで30年働けば、あとは年寄りになって、あるいは、あの、自分の日常生活圏で暮らせばいいということで、8割は、人生の8割は日常生活圏で暮らせてたんですね。で、今は多分それがだいぶ変わってきてて、あの、小売りがなくなる、農業がなくなる、いろんなことでですね、それがまた今、テレワークということで、多分もしかしたら一部戻ってくると。そういう社会とか日常生活圏っていうものを、 多分、欧州やなんか非常に大事にしていると思うんですけれども、うんあの、日本の場合はどういうふうにこれがなっていくというか、こういう問題の中でとらえると。後半、ちょっともうちょっと説明して。ね、あのー、これ私が2000年を調査した時には80、80%、人生の80%の時間を2キロ圏ぐらいで生活してるんですね。単位でいうと中学校圏なんですね。お年寄りになったり、子供の時とか。でお、奥様がいて家にいて、子犬も家にいて。 で、あの、旦那さんだけ30年ぐらい働きに出てるって言われてますね。ですから人生全部で言うと、8割ぐらいが、まあ、2、3キロ圏に住んでるということで、それをどういうふうに、まあ、あの、これから構成されていくのかっていうことと、まあ、あの、これからの社会、今非常に日常から離れたところの生活が増えてるんだと思うんですけれども、まあ、そういうことが、この子育てとか、あ、子育て そういうことと、まあ子育てとか子供を産むことも含めてね、うん、関係あるのかどうかということをお聞きしたいと。はいはい。ちょっと後ろしますあ。前半について言うとね、これね、あの、えー、っと、出会った人の中で、あの、えー、っと、なんていうのかな。え,ええー、と、お見合いが減って、上が増えてますよね。で、上の中の、今度上の中の比率だけで見ると、これ本当もう一度作り直さなきゃいけないんだけど、 そうすると職場の比率が落ちてきてるってことで下も覗いてね。だから、あの、ちょっと、それと、あの、お見合いが減って、職場の、相対的職場の比重が増えて、で、えー、最近は職場がちょっとまた減ってるっていう形です。で、かつ、お見合いを全部覗いた比率で見ると、もっとこの違いが出てきます。ちょっとすいません。そういうこと、はい。あ、そんな人そうですよ。多いですよ。 そうです、そうです。それ、多いです、多いです。最近多いです。だから食塩がかなり減ってるということです。全体のウェイトでは。今までは、お見合いで次食塩が出てきて、次は友達とかが出てきてってことです。で、実はこれ、出会ってる人なんで、出会えてない人が外にいるわけです。<laughs> ってことです。だから出会えた人の全体の比率がもっと減ってきてるっていう。さっきの話ですけど。で、最近で言うと、マッチングアプリがこの中の1割ぐらいになってる。 すみません、はい。後半をちょっと、ごめんなさい。ちょっと分からないのでごい。後半については。自分の生活圏の中で、多分日本の人生の中で、70%生きてから死ぬまでですね。自分の家から2キロぐらいに暮らすんですそ,う、ね、そういうことと、こういう問題がどういうに変わっているのか,かを知りたかったということで、えー、ご質問をやられていただいた。 けれどもあのまた、実現があるところでご意見いていければと思います <laughs>、はい、やっぱりこうち、遅延がすごく深い地域でやる子育てとあの、そうではない地域での子育てっていうことのそれもありますしあの、僕らが生まれた子は50%が一次産業人口だったのが、二、うん、次産業人口な三次産業人口も、工事が多かった時代とスーパーが増えた時代で全く違うわけですね。 あの、住んでる人も、ええ。そうですよ。だからそういうふうな、今だとドライブスーとかドライブインに行ってですね、かなり長距離まで買い物行くとかっていうふうなことを含めて、多分生活の仕方が非常に変わってきたて。で、僕は欧州はそう日常生活っていうのは非常に大事に捉えながら、お育てもやってるなっていう感じがして、日本の、私が生まれた頃はかなりお年寄りなんかに面倒を見ていただきましたし、そういう時代だったんですけれども、 まあその辺も関係あるんじゃないかなと思ってるん、はいはい、すね。ました。ではすみません次の質問をオンラインであの三つほど来ていますのでそれを紹介させていただきます。えー、産経新聞の酒井さんからです。えー、先生の言われた未婚者対策未婚化対策とは具体的にどういったことが考えられますか。出会いの場を作る選択的夫婦別姓制度を導入するということでしょうか。 所得が低いために結婚に踏み切れない人も多いと思います。そう考えると、所得を引き下げる施策に行き着くかと思うのですが、いかがでしょうかですあの、少子化対策は、あの、まずは未婚対策ですよね。にはい、では本当にね、一つだけやればいいというわけではなくて、そういう意味でまずは若い人たちの経済的基盤を上げるような。 雇用対策ですね。もう一つは働き方改革ですよね。やはり仕事以外に使える時間を増やすですね。あとはもう一つは本人が <laughs> 結婚するためには、そういうところに積極出ていかなきゃいけないと思ってもらわなきゃダメですよ、ね。待ってっちゃダメっていうふうに思うね。えー、その上で、あとは、あのー、特に男性のですね、女性への、えー、つまり、なんて、結婚してどう家族を作っていくのかみたいなことについてね、相手の キャリアなりをどう尊重するかとか、どうするかみたいな考え方変えなきゃダメですよね。その上で、もちろん家族制度のあり方とか、そういうことも含めて、だからどれをやればいいというわけではなく、僕は基本的に全部やらなきゃダメかなっていうふうに思います。だからこれやれば解決するっていうのは実はなくて、うん。いろんなことをやらなきゃいけないっていうことはあるかなっていうふうに思います。収入面からいろいろ複合的にいろんなことをやっていく必要がある、ね。やるしかないことですね。だからそういう意味では実際はやってるんだと思うんですけれども、はい あの、それがうまく、あの、連携されてるかどうかっていうことをモニターしてくれるところが、まあ、例えば子供家庭庁ならばそういう意識持ってほしいなってことなんですよね。だから、例えば、雇用、例えば、非正規の人の雇用の安定化ということ、別に少子化対策としてやってるわけじゃないんですよね。ですね。でも、そのことが少子化、あの、未婚の人の結婚しやすさにつながってるかどうかというモニターはした方がいいと思うんですよね。 というようなことをやっていただけるといいかなというふうに思います。ありがとうございます。次は、死、え、ぬ、ー、前のの高森さんからです。本日はありがとうございました。地方市の立場から、地方の少子化と東京一極集中の関係に関心があります。出生率が全国一低い東京への集中を是正することは、少子化対策上も効果が大きいと考えますが、この点について先生のご所見を伺えればと思います。あ、それはそうで、やはりあの、 一番大きいのは、やはり、地方で若い女性が都市部に出てくるっていうのは結構大きな課題で、そうすると、えー、地方にいる男性からすると、えー、パートナーが見つけにくいということになりますよね。そうすると、地方で、まあ男性もですけど、男女ともに、今住んでいるところで、えー、希望するような、キャリア受験できるな働き方にするっていうのはすごく大事だと思います。だから,だから地方創生の中でも、あのー、やはり、 えー、女子、えーえー、若い人たちが地元で、えー、こういう会見つかるようなってことを言ってますよね。実はそれが、あの、少子化対策もになるってことはあると思います。で、ただもう一つは、やはり、例えば、天、あ、これどこでって言ってある県は、やっぱり、あの、男女のですね、男性と女性で、やはり、例えば男女役場の認識がすごく差が大きい県があるんですよね。ここやっぱり女性の利率高いんですよね。ここ。 うん。だからそういうような、つまり男女で、あの、パートナーに期待することですね。の期待これが合わないと、どっちがいい悪いというか、やはり、もし、例えば、結婚したいと思うと、つまり女性も働きたい、それ彼女と結婚したいと思うと、自分も子世代するってことを考えないと、結婚できないよということを自覚してもらわないと、うん、なかなか難しいなと。うん。だからやはり、あの、男女の、えー、役割分業式は大きい、 ところは女性の流出性高いですよね。そういう意味では、その辺は大事だ。で、やっぱり地元でっていうふうになっていくようにするってことは大事かなと思います。ありがとうございます。では、時事通信の小林さんからです。大卒の女性の出生数は改善しつつあります。中小零細企業に勤める人にも、例えば男性の育児休業を普及させるなど、諸制度の恩恵を受けられるようにするにはどうしたらよいとお考えですか政府による何らかの支援があれば実現できるのか あるいは企業経営者の意識改革を求めるしかないのでしょうかという質問です。はい、あの、まあ、特に中小企業だと、まあ、女性もですよね。育児休業を取ると代替要因が取れないっていう話ありますよね。で、あの、男性の気球について言うとね、これ今で考えですけど、例えば1ヶ月と短いと代替要因って取りにくいんですよね。 なので、一つは、あの、先ほど、あの、中小企業だと大体読む。基本的には、あのー、えー、っと、育児休業を取ると給与を払わないわけですよね。ね。それいで、公、えー、保権の方から、七、え、パーめ67%出る。ですね。67でいいかな。半年間ですけど。で、そういう意味では企業は、実はそのお金で人を雇えるんですよね。ただその時に、えー、雇えないって問題なんですよね。多分ね。 なので、ここについての支援っていうのはあると思う。大体要員の確保策の支援っていうのは、あの、もう少し手厚くやって、今、道を助成金あるんですけれども、こうやってもいいと思いますし、ですから、派遣なんかで埋めるっていう時に、だた若干そこをこう、使えるように、中小企業大体要員を入れる時の支援っていうのはもう少し手厚くしていいかなって気がします。で、もう一つ、やっぱり短いのが一番困るんですよね。短期の育児休業はこれ、大企業も含めて、例えば1ヶ月抜けるっていう時は、 大体4を入れようないんですよね。ちょっと周りでカバーするしかないんですよ。なのでできれば、本当は男性も半年以上取ってなんですよね。長く取れば大体員を入れるということができるんですよね。なので今ちょっと2つですけど、中小について言えば、大体4位を確保するときの、多少よくあるのは、中小企業だと派遣取りたいんだけど、派遣の料金高くて来てもらえないみたいな議論があるので、そこを少しサポートするっていうようなことをやってもいいと思います。 それともう一つは、大9も含めて、短期の育休をどうするかなんですね。短期の育休をどうするかということは、少し考えていくということが必要かなというふうに思います。ありがとうございます。そういう意味では、あの男性の育休取得率目標85%と出ましたが、まああの、皆さん1週間以上取ってくださいぐらいのこう目安が出ているぐらいで、短期は短期なんですよね。 いや、とんでも悪いって言うじゃないですけど、短期だと、基本的には同僚がサポートをするってことですよね。うん、だからそこは、うん、あまりおすすめじゃないかな。そうすると、子育てする人と、周りの人で、独身の人の間の圧力を増やすだけですよね。うん。なので、もうちょっとそこをやる工夫っていうのはあってもいいかな、というふうには思います。ありがとうございます。質問、あ、 どうぞお願いします。え、毎日放送の石田と申します。今日はあのためになるお話ありがとうございました。あのまあ、今の先生の話にも出てきたんです。けれども、やはりこうまあ、少子化となると、結局まあ男性と女性がやっぱりイーブンに。 分断するっていうことが基本になってくると思うんですけれども、やはりこう少子化とか女性活躍とかの取材をしていますと、やっぱ最終的に、やっぱ根強い性別役割分業感というものがあまりにもこうやっぱり日本の国に染みついているなと、そこが大きな壁になっているなということはとても感じます。で、まあ、あの、ここ数年での少子化、 の解消の、まあ、すごく急がれてるわけなんですけれども、やっぱりこの意識の変化っていうものにはとても時間がかかるものであって、そこの何かこう解決策っていうのがあるのかどうかというところをですね、もし先生お考えがあればお聞かせください。<laughs> いや、ご指摘なかなか難しいね。僕もあんまり名案はないので。うん。なかなか難しい。いろいろやっていくしかないかな。<laughs> すいません。 ある意味、働き方の問題も、この分業意識の問題も、おそらく20年前、30年前の少子化対策にも書かれていたと思うんですけれど。うん、ただ、若い人は相当変わってきてるよね。若い人はか。うん、だからそれは僕はそうだと思います。だから、最近の若い人からすると、やはり、あの、男性がね、結婚したら、うん、 骨折するのは当たり前っていうのが、もうなってきて、相当変わってきてると思います。うん、だもう一つは、そこの上の上司たちが、まあちょっと古い人たちだよね。そういう問題をどう解決するかって、すごく大事かなと思います。ただ、あれですよね。えー、っと、なかなか出会えなくて結婚、結構、パートもないないという若い人たち、意識は変わってるけど、いろんな要素ですよね。意識変わってない人。変わったけど出会えないね。<laughs> えー、相手はいるけど、ちょっといろいろあって、踏み切れない。 だからそれぞれ対策違うんですよね、やることね。うん、だからそこが難しさでもあるかなと思います。ありがとうございます。時間がそろそろ帝刻になりましたので、もし会場からありましたら。はい。では、えー、最後に先生の記号を紹介させていただきます。<laughs> なんで<だ> <laughs> あ、汚いしね。知的好奇心と書いていただきました。これに込められた思う先生一言、お願いいたします。いやいやいや。<laughs> あの、僕やっぱりね、僕今ちょうど七十なんですけれども。あの、リスケイングとか言われてますけれども、やっぱり、物事、いろいろ興味を持ってね。 これ何だろうと思うと学ぶってことは、リスキルにン行ったとき、これ何だろうと思うようなことが大事かなという意味では、やはり好奇心を忘れないってのはすごく大事。はい、子供ってそうですよね。あれなりこれなりっていうのを、60、70になっても、特に新聞記者の皆さんなんかもね、うん、マスコミの方もっていうふうにしていたらいいなというふうに思います。はい。今日はありがとうございました。